攻撃、ヴァンフォーレ甲府、ACL 決勝トーナメント進出。ヴァンフォーレ甲府は12月12日、アジアチャンピオンズリーグのグループステージ第6節で、ブリーラムユナイテッドと敵地で対戦し、3対2で勝利した。甲府が属するグループ H では最終節開始前時点で、甲府とメルボルンシティ FC が勝ち点8で並んでおり、得失点差も並んでいる状況だった。しかし、最終節で甲府がブリーラムに勝利し、メルボルンが浙江 FC と引き分けたため、甲府の首位が確定し、決勝トーナメント進出が決定した。甲府首位突破は草。J2 が1位通過、J1 4位の浦和は敗退。甲府がアジアでの J2 の現在地を教えてくれた。2部リーグチームの決勝トーナメント進出は史上初。甲府首位通過を目。J2 優勝賞金2000万以上を予選で軽く稼いでしまった。いつも国内のタイトルよりも ACL の方が価値があるとか言ってる。ビッグクラブの浦和さんは当然楽々と勝ち進んでるんだよね。浦和予選敗退オッズ。甲府のグループ、タイ王者、欧州王者、中国3位、そこでの首位通過。